手加減無用だ。うん、とっとと始めよう。マイル。
さてと、一足先に集まったのはいいけど、正直何かしてあげられるアイデアが浮かばないよね。ああ、僕たちの時と違って彼女たちはお互いわきまえている。先月の実習にしたっていい結果とは言えなかったが、トラブルはなかったからな。ああ、だからこそ何とかしてやりたいと思うんだけど、アリサたちによればあの二人はお互いの存在を戸惑っているみたいだな。うん、そんな感じはするね。別に嫌っているわけじゃないけど、納得がいっていないというか。たたや部門として知られる由緒正しい貴族の嫡女、かたや両兵団に拾われて育った戦場で生きてきた少女、考えてみればお互い全く違う世界で育ったわけか。ああ、もしかしたらそこに。待たせたな。ああ、おはよう、ラウラ。待ち合わせより随分早いじゃないか。余計な心配は無用だ。波風を立てるつもりはないし、戦術リンクについても何とかものにしてみせよう。我らとて決していがみ合っているわけではない。そうだろう、フィー。実習の邪魔はしないから安心していいよ。そうか。うん、そのあたりについては全然心配してないけど。とにかく準備を済ませて駅に向かうとするか。一足先に B 班も出たはずだ。うん、行くとしよう。Thank you.
ほほ、参りました。参った、さすがにやるな。うん、僕の勝ちみたいだな。私の勝ちだね。通りですね。え？あなたは。鉄道憲兵隊だったか。確かクレア隊でしたよね。はい、覚えていただいたようで何よりです。3ヶ月ぶりくらいでしょうか。この人がリーンたちが言っていた。泣く子も黙る。鉄道憲兵隊の将校殿か。あの、もしかしてあなたが今回の特別実習の課題など。 いえ、あくまで今日は場所を提供するだけです。正式な方はいらっしゃいましたね。ああ、ちょうどよかった。この声は。父さん。え？で、帝国時報で見た。革新派の有力人物、レーグミッツ知事。マキアスのお父上か。まあ、一応は自己紹介をしておこうかな。マキアスの父、カール・レーグミッツだ。帝都庁の長官にして、ヘイムダル知事を務めている。よろしく頼むよ、士官学院7組の諸君。
Thank you.